こんにちは、ビハイア株式会社の大山です。本日は弊社で運営しているアニメゲーム漫画業界のクリエイター採用に専門特化した求人サイト楽ジョブの採用成功事例についてお伝えしたいと思います。今日の、採用成功事例は 3DCG デザイナーの募集だったんですけれども、そこの会社さんでこのマリオさんのご実家の任天堂さんが作られている Wii U ですね。 Wii U の、キャラクターゲームの 3DCG デザイナーを募集しますということで、今ちょこちょこやっぱり社内でも、作ってるんですけれども、なんだろう、主力のこうキャラクターとか、背景とかっていうのはまあいいにせよ、背景の中のまこまこなオブジェクトだったりとか、アイテムだったりとかっていうような、物流をこなさなきゃいけない作業っていうのの、部分がですね、社内でちょっと回しきれないと。で、別に外注に頼んでもいいんだけれども、こう、まあ、外注さんだと、まあ、瞬間的に来てもらってとか、瞬間的に投げて、で、まあ、すぐにできるかもしれない、習熟してる人がやってくれるかもしれないけれども、高くついちゃうし、まあ、それっきりで終わる可能性っていうのがあって、結局社内にノウハウたまらないよねっていう話がありましたので、じゃあ、まあ、外注さんも募集しますし、同時に採用の方を進めていきましょうよって話で掲載をさせていただきました。で、最終的にですね、かなり伸びしろがありそうな E3DCG デザイナーが入りまして、マヤの人3人ぐらい、採用されてました。で、それぞれ特徴がある人たちだったので、まあ、まあ、アイテムだったりとか、マップの部分だったりとか、あとは、キャラクターの衣装の部分とか割り振りして、手伝ってもらって、で、まあ、最終的に、こう、まあ、2年後、3年後に戦力として働いてもらえればっていう風にかなり期待をされているようです。で、そういったですね、将来のことを見据えての募集と、まあ、今直近足りないんだよねっていうところのせめぎ合いあると思います。そこら辺は、いろいろお手伝いしている中で経験則も溜まってますので、こう、うまくいく形ですね、ご提案できればと思います。それが、例えば楽ジョブを使わない形だったとしても、業界の発展につながるようであれば、もう全力でお手伝いさせていただきますので、ぜひぜひこちらまでご連絡ください。よろしくお願いします。バイバーイ。